今回はローソンで購入しました神田松屋エビかき揚げそばと天下一品こってぎラーメンですね。こちらをちょっと混ぜてみたいと思いますね。いや、どうなっちゃいますかね、これ混ぜたらですね。いや、ないんだな、混ぜることも。本当にもう世界初と言っても過言ではないぐらいのチャレンジじゃないですかね。まあ、そんなことしないよって言われたら、あれ、それまでですけど。でもどうですかね、これそばとラーメンですからね。そもそもこってぎとあっさりというか、ラーメンとそばを混ぜるってなかなかないですからね。とりあえず容器がちょっと入らないと思うんで、こちらにですね、開けてですね、いきますね。こちらもうかき揚げそばですね。これだけでも美味しそうなんですけど、これに天下一品のですねこってぎラーメンをちょっと混ぜちゃいますね。どうですかね。いや、このこってぎさですからね、ラーメンとそばって相性もどうですかね。中華そばっていうから、まあ同じっちゃ同じなのかもしれないですけど、全然別物ですからね。で、最後にこちらですね、この一応七味ですかね、柚子唐辛子ですかね、こちらを入れてですね、最後の仕上げに入れちゃいますけど、いやー、でもすごいもんですね、これもう下が茶色くて上が白いってところで、こってぎラーメンと普通のそばの混ざり具合ですからね。これを混ぜちゃいますよ、贅沢にでもですね。いや、本当にこういうことしないと思いますからね。この茶色と白のバランスというか、まあ、灰色と白というかですね、これをよく混ぜたらどうなっちゃいますかね、これ。いや、本当に他に してないと思いますよ、これは。いや、これはすごい量ですしね。じゃあ、早速ちょっと、天下一品と神田松屋のコラボレーションのそばをいただきたいと思いますね。うん、なんかこれはこれでいいですね。このこってりとあっさりのバランスがまたいいですね。うん、いや、意外と合いますね。これ絶対合わないと思ったんですけどね、意外ですね。うん、いや、やっぱ出汁が効いたそばなんで合うもんですね、意外とですね。出汁が効いた天下一品になりましたね。うん、いや、柚子胡椒も感じれてですね、まあ柚子唐辛子ですかね、意外といいもんですね、これ。そばとラーメンですね。いや、変わってるもんですね。うん、そばにチャーシューが入ってるって異常事態ですからね。どうですかね。うん、いや、エビもでっかいの入ってますよ。うん、これ結構そば系なんですけど、まあ、こってりも混ざってってところでいいもんですね、これ。うん、まあね、やっぱ天下一品の混ざってる感じですね。天下一品に出汁を効かしたって感じなんで、いや、これ結構いいですね。これはこれですね、本当にびっくりですよ。うん、いや、意外なもんですね、これ。そばとラーメンがここまで合うとは思わなかったですね。中華そばっていうからにはこういうもんなんですね。うん、やっぱまあ確かに天下一品の方が強いですけど、やっぱ出汁も結構効いてるんで、やっぱいい感じのコラボレーションですね。うん、美味しいものは混ぜても美味しいってところで、これは本当にいいもんですね。
や、むしろ真逆だと思ってますよね。そばとラーメンですからね。こってりだっさりですからね。でも出汁のおかげでだいぶ合いますからね。いやでも本当に他にしてる人いないんじゃないですかね、こんなことですね。いやでもここまで会うとはびっくりですね。まあでも言ってしまえばカレーそばとかありますからね。そういうもんですよね。そのこってりとあっさりが混ざるってもう美味しいっていうのが、まあ確かに前例があるから、まあラーメンとそばでもできるってとこですよね。いや本当にびっくりですね。まずいわけじゃなくて普通に美味しいっていうのが意外ですね。むしろ混ぜるのもありですね。これ出汁が効いた天下一品って感じなんで、これは次回作に期待じゃないですかね。天ぷらもいい感じですからね。いや、ほんと不思議なもんですよ。いや、普通に美味しくて、もうつゆまで飲み干しちゃいました、もう。まさかこの2つが合うとは思わなかったですね。というところで本日はこのローソンで購入しました神田松屋のエビかけ揚げそばと天下一品監修のこってりラーメンですね、こちらを混ぜていただきました。ご視聴ありがとうございました。